ライフーです。こんにちは皆さん。2022年、今日が最後の動画でございます。1年間たくさんの方にご覧いただいて、チャンネル登録もしていただいて本当にありがとうございました。今日はこのチャンネルの1年間の総まとめということで、どんな動画が人気だったかなってちょっと振り返ってみたりですとか、あとは私の生活の中でこれはお金をかけてよかったなって思うこと、買ってよかったなと思うものなどを総まとめ的にご紹介しようかなと思います。ぜひ最後までゆるっとご覧ください。2022年の1月に1000人を達成いたしまして、そこからじわじわといろんなお客様にご覧をいただきました。つい先日ですね、5000人のチャンネル登録者を達成することができて、本当に続けてきてよかったなって思っています。毎月毎月ちょっぴりずつですけれども、収益をいただけるようになって、自分もこうやって考えていることを発信できるツールがある、この場でいろんなお客様と交流できるっていうのがすごく楽しいなと思っているところです。人気だった動画第3位は、FP3級に最短で受かる方法ということで、私が FP3 級を初めて受験してみた感想、お勉強の方法などをお話ししている動画でした。2.1 万回ですね、今のところ再生されています。FP3 級はね、本当に受験して合格してみてよかったなと思っている資格の一つです。今年もね、1月にまた試験がありますから、今頃勉強されてる方もいると思うんですけれども、生活にすごく密着している情報なので、ぜひ頑張ってくださいね。皆さんにおすすめしたいです。で、2023年はこの間もちらっとお話ししたんですけど、宅建ですね、宅地建物取引士のお勉強を始めましたので、それに合格できたらいいなと思っています。また資格系の動画も撮りますね。では第2位はアラフォーの平日ナイトルーティーンの動画でした。これがね、2.7 万回ですね。これなんでこんなに伸びたんでしょうね。自分でも本当になんてことない、かなりリアルな忠実な平日の様子をお届けした動画でした。ナイトルーティーンって皆さん興味あるんですかね。今度また真冬バージョンのルーティーンを撮ってみようかなと思っていますので、お楽しみにお待ちください。では第1位の動画はじゃん、結婚できないアラフォー女40歳、私はなぜ結婚できないんだろうというタイトルの動画でした。20万回再生されております。すごい。これね、私結婚願望がないんですけれども、なんで結婚願望がないから、私は結婚したくないのか、なんでできないのかっていう、本当に素直な気持ちをですね、ただ私の独断と偏見でお話をしたっていう内容の動画になっています。その動画をきっかけにね、私のチャンネルをいろいろ見てくださったっていう方も多いと思います。結婚するしないって本当にね、人によりますし、私も今はたまたまこういう考えですけど、もしかしたら5年後10年後変わっているっていう可能性もあるかもしれないですしね、本当に人それぞれの価値観ですので、今思っている素直な気持ちで結婚に対して向き合えればいいんじゃないかなと思っているところです。この動画に対しての、アンサー動画というか、私独身で最高だわって思ってる瞬間の動画も同じようなサムネイルでわざと作っていますので、よかったらそちらもご覧になってください。ではお金のことも少しお話ししますね。私はいわゆる営業職でして、本業の方は基本給とボーナスは0円で、インセンティブといって自分の成績によってアップダウンするやや不安定な休養体系のところで勤務をしています。ですが、今年1年はすごく良いお客様と良い仲間に恵まれて、ストレスなく楽しくお仕事をすることができたので、本業の方の収入というのも順調に上がりつつある年でした。それから皆さんのおかげで YouTube の収益も少しいただけるようになったので、その分ですね、住宅ローンの繰り上げ返済に回したりですとか、欲しいものを買ったりっていう風にですね、お金を使うことができた1年でした。投資については楽天証券や SBI 証券を使って
て、あの世界株式インデックスですね、それにあのコツコツ積み立てを続けています。私が信頼している勝間和代さんがもうとにかくビビらずにあの手を出すなと、世界株式インデックスはとにかく地道に続けることが何より大事なんだってずっとおっしゃってるので、それを信じてあの急にあの現金化、手元にね現金化してあの解約したりなんていうことはしないように、今後もコツ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 地道にあの積み立てていきたいなと思っております。今年特にお金をかけてよかったなと思うものはベッドです。日本ベッドっていうブランドのものを買ったんですけれども、もうとにかく寝室の環境が一変しました。眠りが深くなって眠れなくてイライラするっていうことが本当に減りましたし、朝起きた時のなんか体の爽快さ、軽さ、あ今日もいっぱい寝れてよかった、お仕事頑張ろうっていう気持ちに本当になるんですよ。ベッドってね大きいですね。あの高けりゃいいってものじゃないと思うんですけれども、いろんなベッドをこう試してみて、あの家具屋さんでねゴロンってして、あのこれがいいなと思ったのを選んでいただければいいと思うんですけれども、まあ、あの外国製の高いものもたくさんありますけれども、私は日本ベッドっていうブランドのものを選んでみてすごく快適に使えています。20万ぐらいねお支払いしたんですけれども、まあその価値はあるんじゃないかなと思っています。長く大事に使うつもりです。それからあとお金をかけたものはね、あの歯の治療ですね。矯正の動画も昔出しているのでぜひそちらもご覧いただきたいんですけれども、奥の裏の方に残ってたあんまり目立たないところにあった小さい銀歯がもう嫌で嫌で、あのお金に余裕ができたらそれをセラミックに変えようとずっと思ってたんですけれども、ついにこの間治療を終えてきました。その治療剤ってすごく値上がりしているらしくって高かったです。13万ぐらいお支払いしたんですけれども、まあ長持ちした方がいいですしね、歯って本当にあの自分の体作りの根幹を支えるものだと思うので、歯並び気にしてる方とか虫歯あるけど歯医者さん行ってないなっていう人は本当にもう本当に悪いこと言わないので今すぐ歯医者さんに言ってください。歯の快適さ、歯の清潔さが変わると人生一変すると思っています。あとはまあ歯もそうですし、髪の毛とかネイルとかまつげとかですね、あの細かい体のケアに関するお金というのも少し今年は増やしたかなと考えています。ヘアサロンもあの新しいところにちょっと変えてみまして、すごく明るいヘアカラーが好きだったんですけれども、ダークなカラーに変えてからツヤの大事さってすごく新しく認識しまして、まあ、ちょっとケアの回数を増やしたりですとか、まあネイルもそうですよね。あの夏はちょっと手が荒れちゃうのであまり行ってなかったんですけれども、ちょっとした仕草であの目に入るネイルが綺麗なだけで気持ちがルーンってなりますし、まつげもキュッて上がってれば毎日のメイクも楽しくなりますし、うん、そういうなんか自分の気持ちを高揚させるためのケアはお金をかけてもいいんじゃないかなってすごく思うようになりました。あともう一個、ケアをして大事に長く使うという観点でベストバイだったのがこちら毛玉取り、毛玉取りでございます。これもね前動画に出しておすすめしたんですけれども、これ本当に買ってよかったです。あのあらゆる毛玉という毛玉をもう取るのが楽しくってしょうがなくって、今ねもう毛玉のあるものをクローゼットにないんですけど、早く毛玉できないかなって思うぐらいシュルシュルシュルって取れて見た目がすっごく変わるのでめちゃくちゃ楽しいです。レンチもね一回もまだ変えてないですし、あのここパカって開けるとホコリが簡単に取れるようになっているので、これまたリンク貼っておきますのでよかったら見てみてください。数千円で快適なお洋服生活が手に入ります。ではここまでご覧いただいてどうもありがとうございました。2023年もですね、あの楽しくゆるっとした時間を皆さんと共有していきたいと思いますので、ぜひまた遊びにいらしてください。お怪我とかご病気とかないように、強い体と強い精神力で2023年を迎えられるといいですね。皆様の幸せを願っています。それではまた次回ありがとうございました。バイバーイ。